洋上に浮かぶ、明かり不評に乗り上げて休むカリフォルニアアシカの群れ、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタバーバラに面した、太平洋上にて2008年撮影。捕食者の少ない深海で群れを読むカリフォルニアアシカ、カリフォルニアアシカは、アシカかアシカかアシカ族に分類される一種。北東太平洋及び北アメリカ大陸西岸を生息域とする。高緯度でも見られるが、 アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンタバーバラ諸島以南のカリフォルニア湾など暖かい海域で繁殖する。世界中の水族館で最も普通に見られるアシカである。水族館で見られるアシカ科には、一般にアシカと呼ばれるアシカ族や、その他の近畿族のほか、トド、オタリア、オットセイなどがいるが、日本では単にアシカとして紹介されているのは、ほとんどが本種である。 また、黒アシカという別名もある。最新の知見に基づけば、アシカ族の海分類の構成は、カリフォルニアアシカのほか、ガラパゴス諸島周辺に生息するガラパゴスアシカ、および日本近海に生息していた絶滅種日本アシカの産種とする説が有力である。しかしながら、アシカ族をカリフォルニアアシカ一種のみとし、ガラパゴスアシカおよび日本アシカを、 カリフォルニアアシカの海分類とする説もある。アシカ族の上位分類であるアシカアカには、他に、オーストラリアアシカ族、オタリア族、都道族、ニュージーランドアシカ族が分類される。人間の生活圏と近接した、ルッカリーカリフォルニアアシカの生息地として、有名なモントレー湾では、モントレーの海岸でこのような光景が普通に見られる。動物園、水族館ともに、 多数の展示施設があり、上野動物園、東山動物園などでは、戦前より、飼育展示されていた。レジャーブームの高度経済成長期に開業した、江ノ島水族館、読売ランド、京急油壺マリンパーク、鴨川シーワールドなどの水族館では、開業当初より、様々な芸を披露する、アシュカショーが、目玉として今日まで続けられている。 動物園では生態を展示するに泊まり、アシカショーを開催する施設は少なく、水族館との住み分けがなされている。京急アブラツボマリンパークでは1981年に飼育展示と繁殖を目的に、自然環境を再現したプール、アシカ島を設置し、出生した幼獣を各地の水族館へ排出した。また、鴨川シーワールドでは、アザラシと共に、 国内で唯一飼育されているオーストラリアアシカが同じプールで飼育されていた。また、長野市城山動物園、石川動物園、帯広動物園など内陸でも飼育展示されている。ありがとうございます。